俺になんか嘘ついてるだろ。嘘つ、え、ねえ、ね、女子じゃんこれ。この味は嘘ついてる味だ。ベロン。ブチャラティじゃんこれ。残り13周。どうやら10周目以降からはブレイク機能が使えるんで、フェスやってブレイクさせてみたいな、売り上げ伸ばすみたいな方法がいいんじゃないかなと思ってる。今日はそれ狙っていこう。お、みんな元気だな。みんなのさ、気持ちがもう見て右上やばくない？マックスなの色。ここを大事にしていきたい。本当にここ残り13周クソ大事だよね。ミキ、それってきっとミキのおかげだよ。オッケーオッケー。これは肯定すれば全員のモチベーションが上がるはず。そうかもしれないな。なんでだよ。いや、ミキ褒めてあげたじゃん。嫉妬かお前、ジェラシーか。おい、ユキホ。今日の主役はお前ユキホだからな。お、なんか、ニコちゃんマークになってない？これさぁ、アンテレオダウンジュ。これオーディション？オーディションワンじゃない？あれ、今ってバーキン中じゃなかった？昨日メール来てなかったっけ？ラッキーラビット。ワンチャン行ってもいいよね。ラッキーラビー。あー、で、いいんじゃないですか？バーゲン、ちょっと見たいな。アクセサリーが結構伸びのいいやつ欲しいよね。なぜかさ、ドンちゃんのやつが揃ってたけど、知らないうちに。あれは何なんだろう。13時は結構余裕あるから、そんなずっとフェスやる必要とかないでしょ。フェスもやってきたよね。普通にやっていこうぜ、今まで通り。山口県。もう西エリア全然プロデュースしてない。さて。これ広島？広島ねえじゃん。これ岡山か。岡山だよね。山口はもうなんかもっと左に出てなかったっけ？じゃあもう山口。あれ？今ね、茨城は違うでしょ？あれ、山口か。わかんねえよ、もう山口も広島も変わんねえだろ。お、ユキオ。プロニューさん、あっちの方見ましたか？星の形の石の。何これ、グラビア撮影。ロマンチックですよ。あれ、ユキオ、どこに行ったのかと思ってたら、探検してたのか。はい。こういうところ、一人だと絶対に来ないから、なんだか新鮮で。なんか、スーパーマリオサンシャインに出てきそうなステージだ。こんなリゾートには一人で来ないよな。でも遊ぶのは後にしようか。だから、ユキホとの関係もね、ちょっと親密なものになってきたから、この辺大事にしてきたよね。そろそろ撮影が始まるから着替えて撮影隊に合流しないと。全然人の話聞かないじゃん、こいつ。お説教してやんないと。わざとやってんのか、お前。なんか様子が変じゃないか。もしかして。俺に隠し事ユニットメンバーを殺害。撮影するのが嫌なのか。なんか水着になるんじゃないのこれ。俺はあれだけあからさまに撮影行くの嫌がったら誰でも気づくって。嫌な理由ってやっぱり水着になることか。そうだよな。だって撮影スタッフの人とかたくさん知らない男の人がいるんですよ。なのにいきなり裸みたいになるなんて、そんな恥ずかしいこと。安心しろ、俺も映ってやる一緒に。誰も裸になるなんて言ってないだろう。これさ、触るやつじゃない？裸同性なのかもしれないけど、水着はあくまで普通の衣装だぞ。普通で、あ、もう普通か。でもこれさ、15歳、未成年にさ、水着させるのどうかと思うんだよね。だったらジュニアアイドルやってるよな。今日だけ撮影しないというの無理な話だぞ。
うちにもいたの、ジュニアアイドルやってて、で、高校入って、あいつジュニアアイドルやってたんだって、みたいな。すぐ広まったからね、噂。男の子はね、もう、思春期の男の子は、敏感なんだから、その辺。潮干狩りでも曲の PV で潮干狩りというのもどうすればいいの。俺も水着になろう。なろうじゃないか。俺も水着になったらユキも恥ずかしくないだろう。なんかいたよね、自分も水着になってグラビア撮影する人。いいよいいよみたいな。あれ大丈夫なのかな。うわ、ユキオ大丈夫か、ユキオ。え、俺のせい今。今俺が悪かったの。あれだな、英雄グッド以上取れないんだけど。なんか、強い相手もし、高いやつがいいのかな。ラインナップ変わってる？お、バーゲン期間中だって。これ、かっちゃんめっちゃ高くない？ダンスとビジュアルが上がるようなやつ。まあ、できればダンスはさ、レッスンで上がってるから、ビジュアル上げていきたいな。宝石アングル。カツピ買っていくか。高橋カツピ。あとこれ買うでしょ。ビジュアル上がるし。これ、カツピ。あとこれかな？これ、使っちゃっていいかな？やりすぎ？もうちょい残しておいてはいい？お金。いや、迷いどころだな、これ。PV やって、いや、使って大丈夫でしょ。お守りはだってさ、もう、肉腕と巣鴨ちゃんあれば十分だと思うんだよね。ね、これ。人間嫌いで、法外な金額ぶっかけてる代わり物のオーナーがやってるお店？扱ってるグッズはどれも全身でクオリティ高いものばっか。お動物の森の狐のやつみたいな。髪型の方にショップがある。マジか、なんかもっと高級志向なとこあんだ。残り12周レディー、ちょっと確認し、レディーのさ、リリースが5週目迎えるのは5週間後でしょ。残り7周のところか。40何周目、残り47周8周あたりか。そこで一回フェスやるのがいいのかなってことは。一回じゃあどうだ、やってるか。あ、でもダンス強化の日じゃん。小踊りしてるのがいいな。いや、だったらダンスやりたい。どうだ、ゆうきょう。あ、もうやる。ゆきよ、俺はお前を否定する。お前こそ一発殴る。だけど許してくれよ。これも愛情。言葉の暴力はね、時にして、手より痛いからな。じゃあ、これ西エリアめっちゃいいな。髪型のさ、超ダンスレッスンと、首都圏のダンスレッスンでいいよね。お金は大丈夫。いや、まだ、蓄え時じゃない？多分。で、それにしてもさ、肉は俺引いといてよかったかもしれない。あそこどこだっけ？神奈川県のお土産だよね。中華街の。やっぱ中華街なんだよな。やっぱ地元に愛されてる俺。あの、中華街から入って、あの、一番でっかい門あるところ、どこだっけ？南門だっけな、西門だっけ、忘れたけど、そっから入ると、一番最初に見える肉まん屋があるんだよ、左手に。あそこの肉まん1個500円だけど、めっちゃうまいから。マジで。いやー、てか35周目超えられてよかったなぁ。アイドルアカデミー大賞。そろそろ正直無理だと思ってたもん。まあ、無理だったじゃ無理だったんだけどさ。20位以内は。うわ！ジュピター。100
122万やばくね。恋を始めよう、アリス・オブ・ギルディ。うわ、ソロ曲だったのに、トーマのジュピターの曲になってる。あと調べたけど、俺あれ合ってたな、ジュピターの見たらい翔太くん、松岡義嗣だったわ。いや、やよいちゃん、いつも元気なやよいちゃんを見てると僕も元気になります。これからも頑張ってね。有権お昼はサラダさんからいただきました。おそらく体重は80キロ以上あるでしょう。やよい結構あれじゃない、35歳独身、あの辺に戻そう。子供がいない男性に戻そう。こういうね、無邪気な子供は憧れるから、いいな、子供欲しいなと感じさせてくれるアイドルでございます。いや、もう8切れるんだか、団結力が8切れるんだか。頼む、やべえ。よしよしよし、最高ならもちろん答えはイエスだ。今日もナムコプロは平和なの。なんか、あの風の噂で聞いたんだけどさ、どうやらなんか1周目2周目とかいう概念があるらしくて、引き継ぎみたいなあるらしいんだけど、もしかして1周目ってかなり難しい。じゃあ今日は、難易度8か。これ出れねえな。8はさすがに出れん。あんたが大将。まあいっか、じゃあ、あんたが大将、出よっか。ちょっとなんか様子見しようぜ。それで、まず衣装を変更して、めっちゃ上がる。見て、このダンスの伸び。やばくない？同じダンスなのにさ、ひまわりに比べて、爆伸びするんだけど。オッケー。いや、ステータスに物を言わせた装備だってこれになるんだよ。いや、でも完璧じゃない？おー、いいね。なんか、きらびやか。なんか、成長したな、お前ら。なんか、大人っぽくなったな。この、3日間で。どうした？でも子供の成長早いんだね。アサイ、アサイ。いやー、楽しみだな。なんか、調べたら10月14日だった。次回作。スターライトステージ。違う、スターライトシーズン。スターリットドリーム、みたいな。次何人選べんだろう。ユニット食えるよね、多分。俺マジでワンツーしかやってないから、それ以降のゲームやってないからわかんないけど、選びたい放題じゃない。勇気方は選ぶじゃん。いや、俺ミキも入れたいな。人数多いならヤウユも入れたいし、ナムコプロからその、この3人は硬いよね。で、新メンバー俺一人入れたいんだよ。シャイニーから、シャニマス？シャニマス俺知らないし、ミリマスも俺知らないから、なんか新進気鋭の新人を入れたいんだよね。で、デレマスは俺アニメ見てるから、まあ、アンズちゃんとか、ランコとか、あの辺入れたいじゃん。なんかうまいこと、やっていきたい。まあ、各世代一人ずつは入れたい。あとなんかオリジナルアイドルがいるらしいよ。なんか、なんとかシロちゃんみたいな。アルビノ種がいるらしい。いい曲だったな。どうだい？いや、どうだい？あ、え？なんでここにいんの？嫌な奴に会っちまったぜ。今日はとことんついてね。随分と機嫌悪いな。もしかしてジュピターのメンバーと喧嘩でもしたのか。絶対俺がいること。あ、そうなんだ。ただし、
俺たちはプロだから喧嘩しても仕事に影響はねえぞ。プライベートに影響してんじゃん。おせっかいかもしれないが3人ユニットでうまくやっていくにはあんまり異常はないのがいいぞ。ねえ、こいつなんか可愛く見えてくんだけど。だから何でもないって言ってるだろ。意外といいやつだよな。あいつら二人揃って人をからかいやがって。ああ、また喋っちまった。オーバーリアクションだし、弥生タイプだし、ツンデレ系みたいな。ジュピターって持ってくるのはユニットだと思ってたけど案外違うのかもしれないぞ。なんかそうだよな。俺は読めてるよ。お前は絶対ツンデレだ。三谷君が意外と最後こそなんだ。あ、山口のお土産。なんだろう。トビウオとか。やったー！プロデューサー！はーい！トビタウオコちゃんでしょ。トビタウオコちゃん人形欲しい。いらっしゃいませー。ナムゲロ応援でショップへようこそ。なんて書いてあるんだ。服の芯。ボルテージシールド？何？あー、あれだ。フェスの時に多分守ってくれんだ、ボルテージを。いや、でもいらないな。絶対スガモちゃんの方が強い。すいません、いらないです。押し売りにも程があるよね、これね。1個しかなくて、売ってくんないんでしょ。おはようさんと。あ、まだダンスだ。マジか。え、カンストまで行くじゃん。だったら。まだ余裕あるかな。で、ね、あると思う。俺はまだあると思うんだけど。家でのんびりする。え、これマイナスの答えじゃない？無理にしとく？え、でもね、否定できねえ。弥生の顔は何それ？中間卓。どうしよっか、じゃあ。あげとくか。まあ、チリツモだよね。結局、レッスンすることに意義はあるから、オーディションとかさ、フェスでさ、スコア出やすくなるでしょ。はやっといていいんじゃないですか。でもこれ以上ダンスいらないよってなったら、さすがにやめるけど。肉腕の支援も高くなるしね。あ、串カツ食べて。これ通天閣のあれだろう、通りだろう。うわ、いいな。俺昔さ、それこそアイマス好きな友達がいてさ、大阪行ったんだけど、二人で、高校生の頃に、なんかたこ焼き屋さん入ったんだよ。で、なんかたこ焼き屋さんっていうものを俺知らないから、普通に注文して待ってたんだけど、で、生地が来て流してくれて、で、なんか店内回って、あ、返してくれんのかなと思ってずっと待ってたら、あ、なんか、すいません、串、なかったですかみたいに言われて、え、串？と思って。テーブルの上に串なんてないんだよ。で、すいません、今持ってきますね、つって、串だけ渡されて、じゃあひっくり返してくださいって、後に言われた。で、ひっくり返したらめっちゃ焦げてた。っていう思い出がある。ひどくない？アイドル赤面大賞ノミネート発表終わってから。平気かどうかは、私もよくわかりません。どうした？本当は混乱してて。でも、私は、決めました。ユキオ、それほど泣かなかったな。もしかしたらユキオは俺が思っている以上に強くなったのか。そうじゃない。なんかさ、怪しくないこれ。え、ユキオだ。もしもし、ユキオか。あ、プロデューサー。ねえ、もうメスの顔してる。メスの声してる。AA がもうメスだった。この前のアイドルアカメイン大賞のノミネート発表会の後に話したことなんだけど。もうそれはいいです。それより、プロデューサー、明日、私と一緒に。これは、吹っ切れてんのか、それとも、考えないようにしてんのか、どっちなんだ。明日っていきなりだろ。明日寄ってないよ、さ。明日の10時に遊園地で待ち合わせです。
あ、でもなんか普通にデート誘ってくれてるから大丈夫なのかな。いや、そうなんだよ。俺たちには、え、ソロデビューが待ってるんだよ。普通にデート来たんだけど、とりあえず来てみたけど、ここはどんなとこ来るの。プロデューサー来てくれたんですね。さあ、すぐに遊びに行きましょう。できれば服装は変えてきてほしかったな。ユキオ、今日って君するとこ来るんだよな。マジ俺何も知らないウブなプロデューサー演じろ。本当は俺のこと好きなんだろうって言いたいけど、例えば前にも一度お二人でこんなこといろんなとこに行ったよな。 そうですよ、あれも秘密特訓だったじゃないですか。これやるとなんかユキオが倒れちゃうからこれが欲しいんやろ、ボロンってやるとユキオ倒れちゃうんだよな。ユキオ、今日ってどんな特訓するつもりなんだ。やっぱなんか恋する乙女が主題ってかテーマなんじゃない。ほらプロデューサーいつも多分そう。あ、ユキオまだなんとなくモヤモヤするけど時代ならいいか。ユキオはずっと笑っていたけど、どことなくその笑顔は。プロデューサー今度は向こうの乗り物に乗りましょう。やっぱなんか考えないようにしてるよな。どことなく弱々しかった。今日って本当に取材なのか。まだ昼だよ。私久しぶりにたくさん笑っちゃいました。そっか、それは良かった。で、首は折れてないかい。ドドンパ乗ったけど首折れてないかい。大丈夫かい。俺になんか嘘ついてるだろ。嘘つえねえ、ね、女子じゃんこれ。この味は嘘ついてる味だ。ベロンブチャラティじゃんこれ。本当ですか。大丈夫かな、それやっていいのか。ギリス行くか。これは、この匂いはいつも違う。この味は違う。これは知ってる。これは嘘をついてる味だ。あなたに、スティッキーフィンガーズ。私、嘘なんてついてないですから、そんなことしなくても。電車の乗り物の中でやろうぜ。やるということは、ユキオやっぱり嘘をついてるな。あー、プロデューサー、私を騙したんですね。ひどいです。匂いで嘘なんてわかるわけないだろ。それひどいのはユキオのじゃないか。先に俺に言うたんか嘘をついたんだから。そうですね。私、確かにひどいかもです。いろいろと、嘘ばっかりついちゃって。嘘ばっかり。ユキホ？あの、てるるん、て、れ、て、て、今日の秘密特訓っていうのは、全部嘘なんです。やっぱり嘘か。だってもう、秘密特訓なんかしたって、どうしようもないですよ。なんかユキホが狡猾な女になり上がってるんだけど。私が思いを伝えたい人はどこかに行っちゃうし、ほら、だったら気づかせようとする。そんな方がいいかなって。ユキオ、それって本気で言ってるのか。さすがに気づいたか。本気ですよ。もう頑張る意味なんてないし、奥手な女になってきてんだけど。ほら、頑張る意味がないだなんて。でもユキオにそう言わせるのは俺なんだよな。私あの時決めたんです。もう頑張るのはよつって。頑張るといいことあるかもって期待しちゃうから。ユキオ、あの時って俺がハリエットリオを告白した時ってな。そうか、それがユキオの決めたことだったのか。でもユキオはたくさん頑張ってきて、そして結果として嬉しいことも経験してきただろ。なのにどうして頑張っていい、もういいことなんてないなんて言うんだ。また説教しようか。私アイドルアカデミー大賞にノミネートされたり、いろいろなところでいろいろなお仕事をしたりして、この前なんかお父さんがプロデューサーに私のことをよろしくって言ったりして。いや、でもそう、泣くのはやめてくんない。文集の記者が控えてるから。いつの間にか頑張ったら報道されちまう。みんなも所属アイドル泣かせた。そしてプロデューサーも私のこと認めてくれて、そしていいことがずっと続くんだって思い込んじゃってたんです。でもプロデューサーがいなくなっちゃうんだったら全然意味がないですよ。違うんだよ、今日俺は確かにハリウッドに行く。だからお前のスキルアップのために今
この条件を出してるんだ。あの日プロデューサーに会わなければな。なんでそんなこと言うんだよ、ユキオ。前に本屋さんで会った日のことか。でもあの時運命がどうとか言ってたよな。あれはどういう意味だったんだ。私本当は作詞のテーマをプロデューサーと私との思い出にしようって思ってたんです。だから作詞のことを考えてた時にプロデューサーに会えたのはきっと運命なんだって思えて。ユキ、ほ。それからは私プロデューサーのことばっかり考えちゃってました。楽しい未来のこともユキを今そんなこと考えてしなかったら今こんなに苦しい思いをしなくて済んだはずなんです。ユキを私これからもずっと隣にプロデューサーがいるって思い込んじゃってたんです。だからだからユキを今が信じられない。ユキをユキオ、本当はハリウッドへなんか行かないって言ってほしいんです。ユキオ俺のセリフユキオしかないんだけど。ユキオ、分かった、お前の気持ちは分かった。もう この戦い終わったら結婚しよう。もう大塚のように肩を抱くべきだったかもしれない。俺にその資格があるのか、今の俺にはそうだよな。無責任だよな。いなくなること確定してんのにさ、ここで甘やかすのは無責任だよな。すみませんでした、プロデューサー。私、言ってることも、やってることも、めちゃくちゃですよね。違うんだよ、ユキオ。悪いのは俺だ。私、プロデューサーが旅立つ日まで、泣かないつもりだったのにな。お別れぐらい、笑顔でって。でも、結局、泣いちゃいました。プロデューサー、迷惑かけてすみません。ユキオ、俺はユキオが泣くことを迷惑だなんて思ってないぞ。ただちょっと文集の記者がついてるから若干気にしてるだけだ。でもどんな重めの日があっても必ずその後には返せの日が来るだろう。実際ユキオが頑張ってもその結果として泣くたびに少しずつ自分を成長させてきたと思うよ。だから、その涙を無駄にはならない。俺はユキオが好きだったんだ。だから俺のために涙を我慢するのはやめてくれ。遠慮なく俺の前に泣いてくれよ。そして一年後帰ってきた時、俺とお前がまだ愛し合ってたら結婚しよう。ユキオ、よ、完全に俺がオリジナルのセリフを喋りすぎて全然文章が読めてない。だけどここは俺の気持ちを伝えたい。ユキオ、どうすればいいのかはわからないですけど、必ず自分なりの答え出してみせます。確かに一度芸能界デビュー失敗した。PSP 時代。だが、PS3、波に乗ってるこの PS3 時代。頑張ろうじゃないか。絶対。ユキオはそう言うとしばらく口を閉じて空を見上げていた。そして、一体、俺の視点なんでしょうか、これは。だから俺ちっちゃくないこれ。俺がハリウッド行ったとしても。せめて俺の空くらいは見て、なんか、え？薬飲まされたの？流れ星だ。東京スノボーク。いいじゃないか、このさ、ドキュメンタリーつかさ、テレビ番組でさ、CM 入ればさ、番組タイトル出すあるじゃん。プロジェクト Q みたいなやつ。あれよくね？東京スノボーク。